マハティリスとマ・キンチーは、ビルマの政治家で、外交官。国の指導者であるアウンさんとの結婚で、最もよく知られており、アウンさんスーチーを含む4人の子供がいた。彼女は、ミャンミアで10人の兄弟姉妹の8人目として育った。キンチーは、ラングーンにあるアメリカのバプテストミッションが運営する、ケンメンディンガールズスクールに通い、モールメインの教師養成大学で高等教育を、 継続した。その後、故郷の国立学校の先生になったが、母親の願いに逆らって断念し、当時の二人の姉の足跡をたどり看護専門職に入学して看護師になった。金地位は、ラングーンに引っ越し、ラングーン総合病院の看護見習いになった。1942年に、ビルマの戦いで受けた怪我から回復中のアウンさんに、初めて会った時、金地位は、 ラングーン総合病院で上級看護師を務めていた。二人はその年の9月に結婚した。彼女は1947年から1948年に彼女の夫が勝った選挙区のラングーンのランマド軍区を代表する同国初の独立後政府における議会のメンバーを務めていた。1953年、彼女はビルマ初の社会福祉大臣に任命された。 1948年のキンチーと彼女の三人の子供1953年、次男のアウンサンリンの死後、家族は感動ー,ー湖近くのタワーレーンの家からユニバーシティアベニューロードのイニヤー湖のほとりにある植民地時代の別荘に引っ越した。彼らの元の家は1962年に傍城アウンサン博物館に改築された。1960年、キンチーは ビルマのインド大使に任命され、国の外交施設団長を務めた最初の女性となった。ニューデリーでの在職中、インドの首相ジャワハル・ラールネルーは、エドウィン・ラッチェンスが設計した植民地時代の複合施設で、キンチーとスーチーが24アクバーロードに住むように、特別に手配した。当時、ビルマハウスと呼ばれていた、この場所は現在、インド国民会議の本部となっている。 彼女は深刻な脳卒中を患った後、1988年12月28日、76歳でラングーンで亡くなった。1989年1月2日に行われた彼女の葬式には、この集会を防ぐために介入した軍用トラックの存在にもかかわらず、20万人以上が出席した。彼女はヤンゴンのシュエダゴンパゴダロードの感動民ガーデン病に、 埋葬されている。アウンさんとキンチーの結婚式キンチーは、ミャンミャで両親のフォーインとプワスの間に生まれた。キンチー自身は、カレンクリスチャンであると噂されているが、彼女は、実際には、ビルマ族の仏教徒だった。彼女の家族が、カレン族が多く住んでいる、イラワジデルタに住んでいたとき、彼女の父親である法府人は若い男として、キリスト教に改修し、 母親は堅固な仏教徒だった。彼女は1942年9月7日にアウンさんと結婚した。この二人には二人の息子、アウンサンウーとアウンサンリンと二人の娘、アウンサンスーチーとアウンサンチットがいる。ありがとうございます。